明治ホールディングス明治株式会社明治は日本の大手食品会社で明治ホールディングスの完全子会社である。菓子、牛乳、乳製品や一般用医薬品の製造、販売を主軸に事業展開を行う。企業スローガンは健康にアイデアを。2016年に明治グループ創業100周年を迎え、同時に本社を東京都中央区京橋に移転した。 また、2017年には、会社創立100周年を迎えた。旧社名は、明治乳業。明治グループの再編で、2011年4月1日を、もって、旧明治製菓から、同社の手がけていた、菓子、飲料、食品、一般用医薬品事業、及びドメイン名、明治ドドットシーーオット j p も、引き継ぎ、現社名へ、称号を変更した。明治や、 明治安田生命、明治大学、明治学院大学、明治薬品、明治図書出版、明治時計との関係はない。2020年6月より、販売する、アイスクリームに賞味期限を設ける方針を示した。江東区審査にある明治東洋町ビル1月現在、旧明治乳業は、歌内工場戸田工場旧明治製菓大阪工場の長巨大看板10月、現在、 当社では、各事業部門をユニットとする以下は、主な製品ブランドの一例である。これ以外にも豊富な製品を扱っている。また、旧、明治乳業で扱っていた、冷凍食品、介護食、流動食、宅配用商品、イソジンを中心とした、一般用医薬品等も扱っている。なお、一部現在発売されていないものも含む、 ふとじは新法人発足後に発売された製品。チョコレートスナックビスケットガムキャンディー1938年、頃の明治キャラメルの新聞広告ファンシー系、アイスクリームデザート牛乳、入飲料自動販売機で販売される、乳製品群、ヨーグルトチーズバターマーガリンクリーム右側がウィダー、左側はザバス級、明治乳業製品テレビ CM の冒頭に白バッグに、 明日をもっと美味しく明治のブランドロゴとチャイム音とと共に女性の明治のサウンドロゴが流れる。なお、2016年のみ創業100周年を記念し、ブランドロゴのもとに100イヤーズヤングおかげさまで100周年の表示が加えられた。和、旧、明治聖火。和、旧、明治乳業。和、旧法人から。 続投女性男性グループオリジナルキャラクタースポーツ、いずれもザバス。過去テレビにおける番組提供クレジットは明治、明治と表記されている。現在の提供番組太字は筆頭提供。和、旧、明治聖火、和、旧、明治入業、テレビラジオ過去の提供番組、テレビラジオ新法人発足前の2011年3月11日に、 東日本大震災が発生し、当時の明治入業、明治聖火2社における、東北地方及び、関東地方の一部にある工場、事業所が被災、及び計画停電の影響により、全体及び一部が一時的に創業停止となっていた。他、テレビラジオでの CM を、しばらく休止及び、提供番組での提供クレジットも一時自粛していた。以後、工場、事業所についても、 段階的に再開し、CM と番組提供も3月末に新法人、発足に合わせ再開した。明治大阪工場において、長年、職業安定法違反の疑いがあるアルバイトの採用選考が行われていたことが、2020年に明らかになった。大阪工場では、アルバイト応募者に対して、体重やウエスト、起業歴などを尋ねていた。 これは、業務に直接関係のない個人情報の収集を禁じる職業安定法の違反の疑いがあり、2020年12月に問題があるとして、行政指導を受けた。明治は、メディアの取材に対し、作業着を作るために必要だったなどと主張したが、一方で、行政指導の後に、これらの行為を廃止した。 この件が報道されたのは遅くとも2021年1月5日で、あるが、2021年1月13日の時点で、明治の公式サイトにおいて、この区断の言及はない。明治うがい薬に関するカテゴリー、カバクンに関するカテゴリー、ありがとうございます。